喧嘩の花道、はい、やってきました。口喧嘩の花道でございましたね。はい、はい、やってまいりました。口喧嘩の花道でございます。人気コーナーでございますね。かれこれ9回ですか。口喧嘩のみを見てもらうという、そうですね。口喧嘩、口喧嘩のこの番組、おじさんが口喧嘩をするというね、そうなんですよ。2020年のオリンピックに加わるかもしれないと。加わるか次第であることはないと、ね、まあ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 ね、ということでおじさんが、おじさん芸人がこう口喧嘩をして、過去8回手を出したら負けというね、無敗の男が今日も来ていただいております。なるほど、それではお呼びしましょう。あの人でしょ、野田和康。毎回出てますからね、野田ちゃんはね。ありがとうございます。また来ていただきました、野田ちゃん。ね、八区の8連勝ということでね、はい、野田ちゃんがね、一緒なんて言いますかね、あ、メンバーが対戦相手が視聴者に人気がないんですよ。対戦相手は3人しか人気がなくて、どんどん新しいね。なるほどなるほど。野田ちゃんがね、同じパターンになちょっとブッキングの方が難しい。なかなか視聴者にあまり出たくない、受け入れられないっていう。まあまあまあ絶対王者ですからね。ちょっとあまりにも野田ちゃんがすごすぎる。あの動画見た人は話聞かないですよ、あまりやり結局。まあ、そうですね。買い勝ってますからね。すごいです。無敗でございますから、ね。でも今日は、うん、誰ですか、対戦相手は。本当用意いたしました。うん、それではお呼びしたいと思います。誰や。キャプテン渡辺。お、キャプテン渡辺。ありがとうございます、キャプテン。あ、とんでもないです。はい。口喧嘩の花火。はい、なかなかお越しいただける。新チャレンジャーですね。こちらのは見ていただいて。あ、見てますよ。はい。ありがとうございます。はい、本当にね。本当かい。いつか見ていただいた感想としました。嘘でしょ。まあまあそのよく見るね。野田が生きるとしたら、はい、まあこれしかないんだろうなっていう。なるほど。ね、野田ちゃん救済企画じゃねえからね、別に。はい、これ、まあ、今までのその人生、まあ、芸人っていうか、はい、人生において一番輝いてるんじゃないですか。まあまあまあ、でもな、今までのその芸人人生がさ、地獄でしたからね、野田ちゃん。ここ以外で結果を出すことはこの先ないですね。始まったよ。まだ始まったよ。なんかまだすごい。まだ違う。まあいいよね。悪口分かってる。悪口分かってる。いや悪口。今見た感想聞いただけです。全然悪口。俺今悪口言ってない。言ってない。全然悪口。そう思って。全然悪口。今のはあの動画を見ていただいた感想。はい、ということで口喧嘩の花道、ルールは一つだけ。はい。ルールね。手を出した方が負け。手を出したら負けなんですよ。はい。こちら。よろしくお願いします。どうなりますかね。キャプテン強いと思いますよ。私の花道、レディーゴー。始まりました。キャプテンさ、あ、これだけ言いたいわ、本当に。ないない、いやいや、正直自分に来るのはいいよ。ライブ、ライブ来るのはね、まあまあいいよ。銀の卵とか、銀の卵とか事務所ライブね。あの、なんかワンランク上の顔してんの。来るのはいいけどさ、なんでいちいちワンランク上の顔してくんだって。いや、俺らは知ってるけど、知らない後輩がなんでキャプテンワンランク上の顔してんのって。俺いちいち説明するのめんどくさいから、来るなら普通の出演者として来ないと。ワンランク上の顔出てきてさ、俺後輩ざわざわしてさ、知ってるメンバーはいいんだけど、それどういう風に考えてるのかなと思って。野田に聞きたいのは、でも正直ワンランク上じゃん。いやいや、そんな思ってない。まあ、正直上ですよ。野田から見て、野田から見て、野田から見て、もう正直思ってない。思ってない。思ってないのに知ってるなとしか思ってないよ。あ、まだワンランク上だと思ってんだ。いや、ちょっと前は思った時もあった、一瞬だけね。でもそれはまやかしだったよね、もうね。ここまでみんなやってたら、あんなことでワンランク上になってないっていうのは、すぐ分かったから。でもあんだけ R1 行ったから思っちゃったよ、まだ経験不足で。あんなのワンランクでも何でもないのに、自分だけワンランク上の顔しちゃう。いまだに気づかないでそうやってきて、毎月、あれ何の意味があんのかな。俺、本来びっくりしてる。言いたくないこと言うよ、じゃあ。言いたくないこと言うよ。いや、俺、もう、言いたくない、でもその、ね、その、こういうことだから言うけど、別にその、他のさ、B チームの芸人に対して俺どうのこうの思うことはないんだけど、はっきり言いますよ。なんすか。まあ、あんま言いたくないけど、まあ、芸だけで、うん、まあ、年間500万は僕もらってますよ。まあね、キャプテンはこう、暮らしてますから。
あ、去年、あなたの、お笑いね、今年ここまでの芸だけど、お笑いで稼いでますからね。俺、そういうことです。お笑いで生活してきてますから。プロ野球でもなんでもね、素晴らしい選手ほどお金をもらってます。プロの世界って。年俸プロの世界ってそういうもん。今の、今のお金もっと言うから。あなた、その500万が上だと思って、その考えは、つぶらんちゃう。マジでマジで。聞かないんだよね、小田ちゃんがね。その顔だったら。ちょっと、500万。ブレイクブレイクブレイク。500万の顔だった。顔なんですか、ね、あ、そういう理由だったんだ。ちょっと聞きましょう、ちょっと聞きましょう。お前の言ってることが正しいかもしれない。はいはい、それは確かに、うん、金で芸をやってるんでダサいかもしれないけど、おうおう、一応金額だけ聞いていい、金額ね。別にお前が、その、そういう金が、小田ちゃんの金額を聞きましょうよ。金で自慢してるこいつダサいってお前が思うことはいい。ただ、一応聞いた、これだけ言わせてくれよ。で、顔の話はもう顔終わったってことね。俺はワンランク上の顔してるっていう話を今までしてたけど、金の話を聞きたいっていうことはもう話変わったから、その後決着つけないとダメだよ、自分がワンランク上の顔してたっていう。あのね、何が根源にあってその顔してたとか。でもそっからいい、まあいいよ、芸人の金の話ね。それが少ないかって言って、それはね、一回俺が今どうなったっていうのを。じゃあ、金額だけ。年間年間、今年。年間。15万ぐらいかな。おお、でも。15万だよ、まあ、だからさ、まあ、何千円ですね、毎年ながらね、1万何千円ですね、15万のやつが、ね、師匠に用意してもらって、まあ師匠に気に入られてるからね、それは分かる、別に俺野田嫌いじゃないけど、師匠にこういう場を用意してもらって3回連続勝ち抜いたっつってね、ああちょっと脚光浴びて気持ちいい顔がはっきり言いますよ。今日それこそ俺が言いたいのは、なんだったら俺が今日来た時ワンランク上の顔してましたよ。ちょ、沼ちゃんが僕はチャンピオンですからみたいな顔してた。口喧嘩はあるんですよ、チャンピオンだ。そういう風に感じたけど、プレッシャー感じてんだね、こういうの見ててさ。プレッシャー分かんない。いや、だから、こういうなんか、やるのは知らなかったから、なんかそういうプレッシャーを感じたら俺を見てたっていうので、なんか分かったわ。そういうとこにね、だから自分ワンランクの上の顔しちゃうんだよ。して、人がしてるんじゃないかって。ワンランク上の顔してる覚えはなかったよね。気にしすぎだって。顔気にしすぎだって。人のこと気にしなくていいし、お前も言いましたろ、お前も。自分もするなって。だから自分もしちゃうんでしょ。人のそういう顔をさ、いちいち気にしてやってきたらお前なんだ。そっちだって。だからそう自分もやってるから人がそういうの気になるんだよね。でこれも研究して見てくれてんならね、それいい、俺はいいけどさ、そんな俺はしてないんだからびっくりしなくていいよ。あとちょっと、あとさ、おい、いじられるの下手だな。恥ずかしいか。可愛いで出せよ。人からいじられるよ。どうよ。全然や。十分。なんとプライドがあるんだよ。もっとお茶目に行けよ。いろんな人に疲れてさ、いじられる人間なんだよ。得だからそれ。なんでやんないの。こんな頭固くて、いじるないじるなみたいな顔してるけどさ、もっとファンになるの出せよ。いじられようよ。恥ずかしくないよ。俺が恥ずかしいんじゃなくて、その、なんてお前たちのね、あまりにもその、実力がなさすぎるから、その、いやもうそう思ってる時点で、舞台で、やばいやばい、舞台で俺をいじっても滑るじゃん、みんな。で、なん、俺に何とかしてもらってるような状態で、俺どうしたの？いつの話してんの？夢の話してんの？理想の夢の話をしてんの？理想の夢、そんな現実ない。理想の夢は見たかもしれない。いじられたリアクション取んないとボソッとしてないでさ、俺がワンランク上だからライブのやつらがいじるなみたいな顔すんなよ。この度に後輩が聞いてくるんだから、なんでキャプテンさんがワンランク上だって。これは話したらキャプテンがソニーのバルバイトねライブでいじられてるところは見たことない。ほぼじゃん。ここにいるメンバー以外のほぼだよ。ここにいるメンバー。ちょっと一人だけ名前を教えてもらう。ニタリヒョンキチさん。お前ニタリは絶対言ってないから。言ってくる。嘘つくなよ。マジでヒートのやつ全員来るじゃん。マカロンだって。なんでヒートが全員。全員俺に聞いてくるんだけど。めんどくせえ。だから多分俺以外のやつも聞かれてんだよ。そういうこと考えてるの恥ずかしいんで。まだそんなワンランク上の顔してやってるから。いや、なんかちょっと俺もう本当に。でもいじられるようになった方がいいよ。ね、かわいく、かわいく。まあね、それはそうだよ。本当に、あんま言いたくないけど、言いたくないんだよ、俺も。でもまた同じ繰り返しになるけど、なんや。はっきり言って、例えば、ね、ラジオで木梨さんに呼ばれた時、おぎやはぎさんとテレビで一緒になった時、ジャングルポケットの斎藤後輩、3人とも危機としていじってくるわ、俺のことを。まあ、それはでもそうやろ。ね、
それはできてるわけよ。で、お前は、あれでしょ、なんか、その辺の上田とかにいじられて、誰にいじられてるの？むしろお前こそ、絡んでるね、原因が違いますわ、キャプテンは。全然だよ、それ待って、ソニーでこいついじるやつって誰？いや、それみんなと、俺以外に、ソニーで野田をいじるの誰？みんないじってるから。まあ、師匠はいじってないよね。あれ？あれ？俺見てたよ、そのラジオとか。全然ダメなやつ。え？いやいや。お前は誰にも？俺は？自分木梨さんと矢作さんとそういうチャンスジャングルポケット斉藤あれいじられてる。おいキャプテン彼はいないのキャプあれいじられてると思ったら終わりだぞ。開始ゼロだからな。もっといじりたいんだから全然でもう一回じっただけで止まっちゃってんじゃん。すごいやべえみたいな顔してあいじっちゃダメだいじっちゃダメなオーラでこれどうしたのさあとかもおかしいじゃん。もう謝罪してもういじらせない感じ。誰お前自分がいじる。それ言ってよ。今俺が言ったじゃん。そういうの聞くの多いよね。でも俺言ったじゃん。でもまあ俺言ったじゃん。俺以外の芸人みんないじってるじゃん。お前をいじるやつ誰教えて。キャプテン分かった。そういうの聞くなら俺もう一つキャプテンが成長するあれ教えてやるよ。俺の立ち振る舞い見とけ。それだけでいい。それだけで勉強になる。あ、勉強になる。今聞いてることで俺びっくりしたもん。知らねえんだ。じゃあ俺をずっと見とけ。俺は誰にいじられてどういう風になってんの。それを まさに自分でやってみよう。おい、それよそうね、気持ちが悪い。ということで勝者野田和也さん。俺はよくない。あの野田のね増長させる企画だからよくない。あれですよ、師匠が言えないよ。口縁柄のこれはもう手が出たら負け。言われたらムカつくもんだって。こんな感じでお前よくレフリーなのやってる。強いというか気持ち悪いよ。今までなんで一番重い。上から。はい、ということで強いっていうのは違うのかもしれないね。どうでした今日。話聞かないんだもん、野田ちゃんだって。ダメだね、人の話聞いてないから。話づらかった。おめえだよ。過去8回全部人の話聞いてない。聞こないよ。聞いてないからだって。あのね、ダメージ負わないんだよ。怖いのに。鏡みたいでしょ。はい、素晴らしいです。またちょっと変わってしまいました。どうでした、キャプテンも。いやいやいや、全然、これ、いや、楽しかったです。参加できると思わなかったんで。いや、素晴らしい。とても戦えるとは思っていなかったんで、意外と戦えたなって。いや、野田ちゃんを、ここまで押したのはキャプテン。あ、本当ですか？まあ、そうだね。だから嘘つくからね。嘘嘘俺は嘘ついてないからね。わかるポイントは嘘を言い始めたら俺はただし嘘をつかれたらまだ気づいてないじゃん。怖いわだから自分がそれをしてるっていうのを見たり表記違い聞いてるあいつは言うわけないわけは。まあでももしかしたらね、そういうのはまあこいつはちょっと思うかだそのあのそれは直そうと思いました。はいはい、ワンランク上の顔俺が無視してるのであれば。はい、ということで次元がないうちまあまあまあでも良かったんじゃないですか。そうじゃ野田和也でした。まあキャプテンもキャプテンでね。口喧嘩の花道でした。ありがとうございました。また機会を期待します。ありがとうございました。